そしたらおばちゃんが「もうセル塗ってられない」昨日までは100枚塗ったけど今週からは50枚にしてくれって言われるんだだから春休みのアニメはちゃんとできるんだけどゴールデンウィークのアニメはできないし夏休みのアニメは枚数が少なくなるんだって言われてもう「うわそんな事情があったのか」ホワイトベースの中ではジオンに対するだまし打ちですか作戦がうまくいったんでですねブライトさん大喜びです。 でここはあの内容的なことというよりは作画演技を見てほしいんですけどもこれはフラウボがガンダムですって報告したらセイラさんが冷静通り作戦通りをアムロは後ろからって言ったらブラジルさんはすごい嬉しそうに容しホワイトベースは火力を全面にのみ集中すると、えー、各員前方のマザラアタックを撃破せよっていうセリフのシーンなんですけどもこの余裕の表情ですね普通ですねこれアニメ演出で言えばカットを割るんですよ カットはある程度のどういう意味かっていうとうまくいったらうまくいったぞという笑顔のシーンになって次に別カットでこういうふうに指さしてあの前面の目に火力を集中するというまあ少なくとも顔の方向を変えるぐらいやるんですねところが安彦さんのですね演技付けっていうのはワンカットの中でこの横目でしゃべるということだけで余裕を出すんですねつまり パニックった人間っていうのは正面から見るんだけども余裕がある時は目線で指示をするというような演出がここで聞いてるんですね。で、あの本当は割った方が意図は子供にも伝わりやすくなります。例えば極端な話思い通りに行ったらよしっていうふうにやったらすごいわかりやすくなるんですよ。まあ、これ極端な例。だそれだけで何しろ唇がちゃんと上がってよし思い通りだっていうセリフを言って で、それから、なんかこう、カット変えて、大きく指示をする。顔のアップからロングのシーンとかになると、すごくわかりやすくなるんですけども、ところが、カット終わるとですね。その、ドラマチックにはなるんですけども、見てる側の緊張感っていうのは、ちょっと切れちゃうんですね。なんでかっていうと、その実写でもよく長回してんのやりますね。例えば、アンタッチャブルという映画では。 アルカポネが出てくるシーンは必ず長回しで始まるんですね。長回しで、なんだろうな、えー、アルカポネの髭を剃ってるシーンを天井から撮って、それがだん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 カメラが回転して寄ってくると。本来だったらば、それってワンカットしてするよりは、カメラ、あの、映像を割って、カットを割って撮った方がわかりやすいんですけども、なんでその長回しをするのか。 あるいはアルカプネのところに経理係が報告を行く時は階段の下のお盆からトーストとかジュースとかを持ったそのホテルの従業員がこう上がってくるところでドアをくぐり抜けてでなんかこう検問くぐり抜けていってずっとその朝ごはん運んでったら会計係が行って書類にサインしてそれを載せてまたドアをくぐり抜けてアルカプネがあの住んでるベッドルームに行くと。 なんでこれをワンカットで撮るのかと。相前慎二さんって日本の監督もよくやるんですけど、か何かっていうと、ワンカットは緊張感が宿るんですね。実写映画でワンカットを撮っているとき、最初気づかなくても僕たちの心の中で、あれカット割ってないということで、なんかね、ちょっと息を溜めてるみたいな緊張感があると。アニメでも同じなんですよ。カットを割って演技させると、面白いしドラマチックなんですけども、ほんのちょっと緊張感がそがれるんですね。なので、ガンダムではですね、できるだけ、 カットを割らずに1カットの秒数が通常のアニメ2.5秒から3秒ぐらいでカット変えてるんですけどガンダム5秒ぐらいのシーンがやたら多いんですよそれはなんでかっていうと緊張感をそぎたくないのでこういう微妙な日常演技で目線を切り替えるとかそういうやり方で緊張感を保ったままお話を見せてるてここら辺がその安彦演技のさせ方のうまさですねここら辺はあの富野さんのコンテでいくら書いても 絵描きが上手くないと、この表情は出ない。あと同時に、後ろの方でですね、力なくげんなりしてるリードさんと、手前でですね、自信たっぷりのブライトさんと、存在感のサイズをそのまま絵のサイズで見せてしまうというですね、北朝鮮のなんか宗教絵画みたいな感じになってるので、こういうふうな見せ方もね、さりげなくてすごく上手いですね。 えー、最後にあの見せてたちょっとあの白目があったのが残念ですけども,もうあれはもうあの塗りミスなんですよね。結局キャラクターってどの色で塗るのかって僕らはもうアニメっていうのをずっと見てる側だからあの正しいものを一瞬で見分けられるんですけどもガンダムの頃ってやっぱりなんだかんだ言ってもあのセルの裏から色を塗ってるとでそれも誰が色を塗ってるのかっていうと。 あのあの当時よく言われたのが「あの伝説巨人イデオン」のキャンペーンの時にですねそのキャンペーンの宣伝部長だった人に僕はもう本当にとうとうと言われたんだけども「お兄ちゃんたちがねもうね楽しそうに見てるアニメは若者もんと思ってるだろ」って「違うんだよ」「そうじゃなくてアニメっていうのは東北のねおばちゃんたちがね 農業しなくてもいい、秋だから10月11月だから11月12月1月ぐらいはアニメのセルの生産が上がるんだけども3月4月になってくると子どもが幼稚園に行く新学期が始まるお弁当を作んなきゃいけないそしたらおばちゃんが「もうセル塗ってられない昨日までは100枚塗ったけど今週からは50枚にしてくれ」というふうに言われるんだとだから春休みのアニメはちゃんとできるんだけどゴールデンウィークのアニメはできないし夏休みのアニメは枚数が少ない。 もう「うわそんな事情があったのか」まあ野辺さんっていうですね「そのサンライズ」の宣伝プロデューサーなんですけどもそれ言われてですねまあまあまああなんか自分らだけで自分らとあと東京にいるセンスのいい なんだろうなお兄さんとか大人だけでアニメ作られてるんじゃなくてこう日本中の人たちがアニメ作ってるんだなっていうのを思ったんですけども、まあ、そういう <laughs> もう今はまあまあでも当時のガンダムだから本当にそうだと思うんですね東,東北かどうか知りませんけど東北のおばちゃんたちが色塗る時にですねあっこれはブライトさんだから白目はないわって考えるはずがなくてですね。<laughs> <laughs> あらこれ塗ってないじゃないのダメねって言って塩をこう自分で塗っちゃうと。でそれをまあまあ死者でみ死者というかですねラッシュっていうんですけどフィルムが一応上がってた状態で上がった状態で見た時にやっぱりあの演出とかですね演出上司がチェックするんですよ。今日は何カット上がったとかですねああのガンダムはあの前半10分分上がったと言ったらそのまあ ユニットごとに見るわけですで。ユニットごとにガーッと見たらその度ごとにあの色パカがありました色の間違いがありましたであとセルの置き違いがありましたあと背景が逆の方向に引っ張ってましたもうありとあらゆる想定外の間違いが起こるわけですよ <laughs> こんな間違いどうやってするんだっていうような間違いが起きるわけでそれをですねその重要度から順に直していくわけです。いいくらなんでも、これはっていうやつを直して、次に、 まあ、これは、なんかね、ひどいよねって女のを直して、最後の方になってきたら。ブライトさんの目白かったよねと。<laughs> あれ、どうするって言ったら。あっとあ,、まあ、まあま富野さんには悪いけど、これはもう通しちゃおうかってみたいなものになって。表情は。せっかくいいんだけども、ちょっとあの白目のブライトさんっていうのはできてしまうと。まあ、そういう事情なんですよ。ああいうですね、そのブライトさんの顔で演技させるのって。まあ、まあ、悪く言えば、顔漫画っていう。 って言うんですけども、あの、漫画の不良漫画、一昔前、大前ですけど、ビーバップハイスクールとかが流行った時に、やたらヤンキー漫画が流行ったじゃないですか。ヤンキー漫画って顔のアップばっかり出てきてるんですよ。で、顔のアップでやんのか、こらって、そしたら別の顔が出てきて、なん、なんだと、とか、ぶっ潰すぞ、とか、なんだと、っていう顔のアップだけでできてると。で、この顔のアップだけでできてる漫画っていうのは、漫画家にとって書きやすいし、適当に緊迫感も出るので。 いだになんかこう、それやる人って、結構多いんですよねで。レディースコミックなんか見たら本当に顔漫画も <laughs> かなり多いんですけどもこれあんまりやりすぎるとあまりに楽でですねアニメーションとしてはあんま面白くなってくるんですね。で最近僕が見た 例で、「これ、すげえなと思ったのがあのこの間までテレビでやってたですねあの、まあ、テレビというかネットリクスでやってた銀英伝ですね銀河英雄伝説銀河英雄伝説って顔アニメなんですよ <laughs> とにかく何かというと顔がアップになってファイエルとかですねミサイル発射ってやってるんでですね <laughs> こりゃ現場はなんかとんでもないスケジュールでやらされてるからもう顔アニメにするしかないだろうなって思ったんですけどもまあまあまあ,あのブラッチさんの演技はですねそういう 顔、実は顔アニメで顔だけで演技させてる楽なやつなんですけども、ちょっとした目線を動かしたり、後ろにですね、そのリード注意のちょっとげんなりした表情を入れるというふうなことで、あの、なかなかいいカットになってるのは名シーンになってるなというふうに思いました。